パラモアはアメリカ合衆国テネシー州出身のロックバンド。バンド名は秘密の恋人を意味するパラムーアや愛のためにという意味を持つパーモールという言葉のスペルを変えたものである。歌好きの家族に囲まれヘイリーはコンテストに出場するなどして幼い頃から歌に親しんでいた。ヘイリーが13歳の時ミシシッピ州メゲディアンからテネシー州フランクリンに引っ越した際、 学校で女子とザックのファロ兄弟と知り合い、行き統合、バンド活動を始める。またヘイリーはファロ兄弟から誘通などを勧められて大きな刺激を受け、本格的に曲制作にも取り組むようになる。まもなくヘイリーの家の隣に住んでいたジェイソンが加入する。地元で名声を得た後、シュートナッシュビルでデビューに向けたデモテープ作成を開始。これを聞いたレーベル。 フュエルドバイラーメンと契約し、2005年にデビューアルバム、オールウィーノーイズホーリングを発売。なお同レベルの先輩には、ホールアウトボーイがおり、パラモアはしばしば、ホールアウトボーイの弟団と紹介される。2007年6月12日、セカンドアルバム、ライオットがウィルボード15位、イギリスチャート24位を記録。2008年、 第50回グラミー賞で最優秀新人賞に選抜された。2008年の映画、トワイライト初恋に楽曲、レコードを提供。これによりさらにファン層を広げた。前作から2年を過ぎた2009年9月29日、サードアルバム、ブランニューアイズを発売。ビルボード2位、イギリスチャートでは1位を獲得するなど、世界各国での人気が不動のものとなった。 しかし、2010年12月18日付の公式ブログにて、ジョシュとザックの脱退が明らかにされる。バンドは残ったメンバーで活動を継続することも合わせて発表された。2011年6月に3人となったメンバーで初の楽曲、モンスターを映画、トランスフォーマー、ダークサイドムーンのサントラからシングルとしてリリース。2013年4月9日、 ファロ兄弟が脱退し3人となったメンバーで、初のフォースアルバム、パラモアをリリース。ビルボードチャートでは、バンド史上初の初登場1位を獲得した。2015年2月8日に行われた第57回、グラミー賞にて、アルバム、パラモアからのフォースシングル、エイントイットファンでバンド初のグラミー賞、最優秀、ロックソング賞を受賞した。 2015年12月16日、ベーシストのジェレミーの脱退が発表された。2016年6月、バンドのインスタグラムにて、2010年に脱退したドラマーのザックが新作のレコーディングに参加することが明かされたが、ザック自身はこの時点でバンドへの復帰は否定した。しかしながら、その後2017年2月、ザックのバンド復帰が正式に発表された。 メンバーが入れ替わった3人で2017年5月、フィフスアルバム、アフター・ラフターをリリース。ヘイリー・ウィリアムス・テイラー・ヨーク女性ボーカリストは、エモ・ケでは珍しいが、ヘイリーのボーカルは、力強さと繊細さを兼ね備えているとして評価が高い。またその容姿から、人気も高まっており、アブリル・ラビーンと比較する声もある。だが、ヘイリー本人は、アブリルのことは特に気にしていない。 ヘイリーの人気はやはりバンドの中でも高く、米音楽雑誌の最もクールな女性歌手で2位に選ばれた。全体の演奏力も評価が高い。作詞は大部分がヘイリー、作曲はヘイリーと助手で行っていた。6月3日、北海道 HMV 札幌6月4日、北海道 ZEP 札幌6月6日。 東京都渋谷サイクロン6月7日、東京都渋谷クラブクアトロ6月8日、大阪府震災橋クラブクアトロ9月25日、愛知県名古屋クラブクアトロ9月26日、大阪府ビッグ CAT9 月27日、東京都渋谷オーイースト8月7日、千葉県サマーソニック東京8月8日、大阪府、サマーソニック大阪2月10日、大阪府、 松下 IMP ホール2月13日東京都新規バスタジオコースト2月14日東京都新規バスタジオコースト2月16日愛知県名古屋ダイヤモンドホール2月21日東京都ゼップ東京8月18日大阪府サマーソニック大阪8月19日千葉県サマーソニック東京ありがとうございます